水牛は、哺乳甲牛目牛かアジア水牛属に分類される、偶定類。同じ、牛属で水辺を好むアフリカ水牛などと区別するため、アジア水牛、インド水牛ともいう、インド、タイ、ネパール、バングラデシュ、ミャンマーに、自然文句。家畜と交雑したと考えられている、個体群が、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、バングラデシュ。 ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスに分布。家畜が野生化した個体群がアルゼンチン、オーストラリア、チュニジア、ヨーロッパなどに分布。有史以前はアフリカ大陸北部から甲賀周辺にかけて分布していたと考えられている。体長240から300センチメートル。お長60から100センチメートル。肩高150から190センチメートル。 体重7 0 0 1 2 0 0ラム。喉から胸部にかけて垂れ下がった皮膚はなく、また肩から背中にかけて流気しない。頸部覆面に、三日月状の白色斑が入るが、個体変異や地域変異が大きい。四肢下部の体毛は白い。最大拡張1 9 4トル。角の断面は三角形。水牛は成長すると、 体重最大1 2 0 0ラムになり、一般的にオスは1 0 0 0ラム前後、メスは7 5 0ラム前後であるが、体重は禁煙にあっても大きく変動する。小卓型の水牛はアジアの東半分で主に見られ、48本の染色体を持つ。河川型はアジアの西半分でよく見られ、50本の染色体を持つ。この2タイプ間では一大雑種を設けられる。 60本の染色体を持つ家畜の牛との交雑では、受精卵の卵活が開始されることもあるが、妊娠まで至った報告はない。下半輪、草原、小宅地、河川やその周辺などに生息する。1から2頭のオスと、複数頭のメスで10から30頭からなる群れを形成して生活するが、100頭以上に達する大規模な群れを形成することもある。オスの若獣のみで、 約十頭の群れを形成する。水浴びを行い、また秘書や虫除けに泥浴びも行う。植物食の半数動物で、主に草を食べるが、この葉も食べる。牛と比べて一回の採食量が少なく、採食回数が多く、半数時間が長い。家畜の水牛は、道端の雑草や作物残砂のような難消化性で、 栄養価の低い飼料のみを与えられることも多いが、同様の飼料で育てた場合は、牛より、肥育状況が良いとされる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は300から340日。1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は6から9ヶ月。生後2年で、生成熟する。開発による生息地の破壊、各目的や、 食用の乱獲、家畜との競合や交雑などにより、生息数は減少している。中華人民共和国では8000の9000年前から、家畜化されていたとされる。沖縄県竹富島で観光用の水牛車を引く、水牛水牛は粗末な食べ物で成長して、肉や乳を得られるだけでなく、牛よりも沼地での行動に適応しているため水田での労働力としても有用であり、 経済的に非常に優れた動物である。また、日本の沖縄県の湯布島や竹富島では、観光用に水牛舎として用いられている。野生種は、現在主に東南アジアに生息しているが、原産地は明らかでない。現在の野生種が、元々の野生種の末裔であるが、それとも、以前家畜化されていたものが、野生化したのかは、はっきりせず。 あるいはそれらの根欠であることも考えられる。太陽国の水牛アジアは水牛の原産地であり、現在でも世界の95%が生息している。多くのアジアの国で水牛は最も生息数の多い牛カの動物であり、1992年時点でのアジア全体での水牛の数は1億4100万頭と見積もられている。うちインドが最も多く、 中華人民共和国では2300万頭程度と見積もられる。タ東北地方で飼育される水牛。道路や農地脇の草を家畜の水牛にはませる。住民は現地の資源、ローカルコモンズの利用に長けている。野生の水牛が生息する地域はほとんどなく、少数がインド、ネパール、ブータン、タイで見られる。 普通草原や小宅地にて群で行動している。水牛の持つ角は平均1メートルほどで生き物の中では最も長く1955年に射殺された水牛は4.24メートルもある角を有していた。このような大きな角を持つ野生の水牛は起こり出すと極めて危険な存在となり成長した牛には虎などの捕食者も滅多に襲いかからない。 水牛はフィリピンの国の動物とされている。インドなどで信仰されているヒンドゥー教では、古武士が神聖な動物として、崇拝の対象となっていることは有名である。しかし、水牛に関しては、ヒンドゥーの競技上、通常の牛とは明確に区別され、あがめられていない。よってその肉は、ヒベジタリアンには食用にも用いられる。そのため、 水牛から取れた牛肉は様々な分野で利用され輸出もされている。インド産水牛の肉の輸出先は主に中東やアフリカ、東南アジアである。2012年には世界有数の牛肉輸出国のブラジルやオーストラリアを抜いてインドが世界一の輸出量となる見通し。ただしヒンドゥー教としては問題なくともインド国民においては 水牛の殺傷についても拒絶反応が非常に強く、市民団体などは輸出像に懸念を示している。ネパールで行われるヒンドゥー教の女神ガディマヨダ称えるガディマイ祭りでは、水牛をはじめとした動物が生贄として捧げられることで知られており、2009年には約30万頭の動物が祭りの会場で刀などを使って殺された。水牛は19世紀初頭に、 荷物運搬用としてノーザンテリトリーに持ち込まれたがすぐに逃げ出して野生化した。これらは狩猟の対象となり狩猟地として有名なメルビル島には4000頭ほどの個体が生息している。水牛はアーネムランド半島やノーザンテリトリー北部でも見られる。ダーウィンからメルビル島や他のノーザンテリトリー北部へ飛行機を使っての狩猟旅行がよく行われている。 政府は何度か根絶を試みたが成功していない。水牛は主に淡水の沼や水路に住み着いており、ウッキには生息域が非常に広範囲となる。また、遺伝的に孤立しているため、外見はインドネシアの原種とは変わりつつある。水牛は北アフリカと近東には、紀元600年頃に持ち込まれた。ヨーロッパには十字軍の機関と共にもたらされ、軍は、 ブルガリアやイタリアで見ることができる。アジアと同じように、中東や欧州の水牛は、辺境の農村地で草を食べて生活している。水牛は、タンパク源や薬、地区、または家族の財産としての経済的役割を持っている。地域によっては、毎年水牛のレースが開催されている。水牛の地は、分布地で、多くの人々が、飲用や加工用に利用しており、 脂肪分が8%程度と家畜の中で最も多く D の主要な原料となる。鉄分、ビタミン類、乳糖なども一般に牛の乳よりも豊富に含まれている。また、タンパク質もチーズなどの伝統的な材料となっている。南イタリアカンパニア州のサレルノやカゼルタの周辺は、水牛乳で作るフレッシュチーズ、モッツァレラディブーファラ・カンパーナの産地となっている。 また、中国雲南省のフレッシュチーズルービンや、板状に伸ばして干した、ルーシャン、フィリピンのケソンプティにも用いられる。中華人民共和国の南部では、水牛は重要な液畜であるが、水牛乳を、ダイラ牛乳、牛乳プリン、ホワイトクリームなど、様々に加工して利用する、純徳料理のような例もある。水牛の肉は地域によっては、牛肉として流通しており、 最も多くの水牛を飼育しているインドでは主要な輸出品目となっている。中国でも関東料理などでは水牛の肉もよく利用してきたが肉質が硬いのが難点であり煮込み料理に適する。インドでは一般にヒンドゥー教では牛を神聖死すると言われているがこれはコブ牛のことであり水牛は家畜として使役されその肉も食肉として流通している。 ヒンドゥー教においては、水牛は悪魔魔被者の化身の一つであり、死者の大山の乗り物とされているため、コブ牛との扱いに大差がある。インド国内での水牛肉の消費は主に、イスラム教徒向けや日本人を含む外人向けレストランなどで多く消費されている。水牛の皮は強靭で利用しやすく、靴やオートバイのヘルメットに使われている。角は、印鑑、三味線のマ、櫛。 和包丁の柄、ボタン、置物などの核細工に使われる。また、再核同様に手記が作られることもある。日本刀の外装の各部の部材としても広く用いられた。アフリカからアジアにかけて燃料とする例が多い。藁を混ぜ乾燥させた糞が燃料として使われている。アフリカなどでは虫除けに土で作る、家の材料とする例もある。ありがとうございます。